東海オンエアさんの24時間剣道に出演させていただきました。ダメケンドさんなんです。ケンドーなんです。とりあえずケンドーさんなんです。よろしくお願いします。いや、まあ、ためね。いや、いつもなんでちょっと止まる。いや、なんかキッシーが今カメラマンやってくれてるんですけど、合図出すときになんかいっちゃってる。いっちゃってる。ナダルさんのあれに見えてちょっと面白かった。あの、まあはい、ビッグニュースなんですけども、なんと我ら剣道三段五段、東海オンエアさんの24時間剣道に出演させていただきました。みんな、ね、見てますけど、剣道界に、ね、本当にあの協力していただいて本当にありがとうございますということで、はい、今日はですね、お返し、はい、お返しです。お返し、お返しに24時間剣道やられたんで、僕らでお出しできること何か一生懸命考えました。はいはいはい、お願いします。24秒剣道をやってみよう。24秒間剣道。いや、絶対ただもっかりたいだけですよ。だからサムネのところとかは24丸間剣道にすれば引っかかるんじゃないかなって。最悪じゃないですか。昔からこういうところなんですけど、ね。はい、ということで24秒剣道ってのはとりあえずもう24秒間打ち込み合いたいなと。はいはいはい、それだけです。ちょっと長めの間がいいじゃないですか。そうです。だからちょっと長いからちょっとしんどいなってのあるじゃないですか。大体10秒15秒じゃないですか。はいはいはい、24秒なかなかしんどいので、はい、ちょっと一回やってみようかな。24秒間剣道を皆様にお見せしたいと思います。まいります。せーの、始め。ありがとうございました。はい、ということで24秒、24秒間剣道やりましたけども、ダメ。なんかね、高校生ぐらいの時って絶対できたじゃないですか。もっとできたじゃないですか。中高ともっとやったじゃないですか。なんか大人になるとやっぱできなくなるんですよ。呼吸もできなくなるし、なんか乳酸が一気にさ全身に来るから、ある意味24秒でもちゃんと出すとこ出したらめちゃくちゃ自分の限界超えれるなってのが分かるんじゃない。いや、そうですね。ただ剣道三段五段24秒間剣道達成しました。どうもありがとうございました。みんな達成できますよ、それ。ありがとうございました。